こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはウインナー、ナス炒め、もしくは、ウインナーちゃうわ、ソーセージナス炒め、その辺は字面と絵面を考えてつけます。ソーセージナス炒めかウインナーナス炒めです。お好みソースをかけて食べる予定です。で、卵焼き LL4 個ですね。卵焼き LL4 個で、きゅうりとキャベツのサラダ、きゅうりとキャベツ、白ご飯。以上が今日のおかずになります。足らなければトマトかじるかなんかします。はい、肝心の体重ですね。便通はありませんでした。昨日思いっきりお腹下してましたから、その分今日は便通はありません。その代わりといっちゃなんですけど、あれもないですね。腸の炎症もなさそうです。はい、体重56.8、400g 減ってますね。体重56.8、体脂肪率12.8、体重56.8、体脂肪率12.8、基礎代謝1335、内臓脂肪レベル4、筋肉量46.9、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.6です。もう一度、体重56.8、体脂肪率12.8、基礎代謝1335、内臓脂肪レベル4、筋肉量46.9、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.6です。はい、もう一度、ソーセージナス炒め、ソーセージナス炒め、お好み焼きをお好みソースをかけて食べます。卵焼き LL4 個、きゅうり、キャベツ、サラダ、白ご飯。以上です。足らなければトマトもしくはキャベツを食べます。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。